付加価値税 VAT という税制もございます。日本でいう消費税のようなものになっております。いわゆるサービス、物であったりサービスの売買、役務提供があった際にですね、はい、対して基本税率 12% というものが消費付加価値税として課税されていきます。こちらはですね、毎月翌月20日にですね、申告納付というところになっております。で、四半期のタイミングではですね、翌月20日ではなく25日に申告納付する必要が出ていきます。はい、付加価値税の仕組みとしてはですね、まあ、日本と同様になっていくんですけども、こちら図解で説明させていただきますと、まあ、B 社を基準に考えていきますと、まあ、B 社がですね、何か物を仕入れ、 A 社からですね、仕入れた際に仕入れた分、支払いする際にですね、その支払い額に対して、いわゆるインプットバット、日本でいう仮払い消費税というものが課税されます。こちら 12%。で、こちらの例ですと、そのインプットバット、付加価値税が50となっております。で、B 社は C 社に対して何かサービス、ものを販売した際にですね、売上が立ちますので、その売上を請求する際にですね、その売上額に対して、アウトプットバット、日本でいう借り受け消費税 12% を課税したものが支払われます。今回の例ですと、付加価値税80と設定した場合ですが、B 社が税務署に支払う金額としてはですね、こちらアウトプットバット80からインプットバット50を差し引いた30を税務署に納める必要が出てきます。はい、また、課税期間によってはですね、売上よりもですね、仕入れ等が上回ってしまう。つまり、アウトプットバットよりですね、インプットバットの方が、金額がですね、大きくなってしまった場合についてはですね、そのインプットバットというのは、フィリピンではですね、翌年度以降の課税期間にですね、無期限で繰り延べることができます。なので、前期ですね、に残っている超過したですね、インプットバットについては、将来的な売上に発生するアウトプットバットと相殺することが認められております。